て。帰れよ。帰れ。星へ帰れ。星って。ちょっと待って。どうもお集まりいただきありがとうございます。今日は12月24日です。ですね。こう見えます。ごめんなさい。待って、だから。恋人たちが愛を語らうとても楽しい一日ですが、私たちはこうやって仲良く集まって宴会などを楽しもうと思いました。あれ、なんか違う。ダメだよ、やっぱりできないよ。なんか寂しさがすごい伝わってきた。楽しさよりもダメなんだ。楽しくなっちゃダメなんですよ。だから楽しくなっちゃいけない。楽しい言葉、司会で楽しい。普通司会の人って何喋りますかね。お前司会だろ。お前司会なの。ちょっと待ってください。だからはい、いや、だからじゃあクラッカーから行こう、はい、せーの、皆さん。なんか私はね、参加しなくてここの人見てるだけで楽しいからな。息が合いません。どうしましょう。じゃあ、はい、ちょっと最初から行こう。はい、皆様こんばんは、チャタと申します。今日は司会をさせていただきます。今日は4日ですよね。4日だよ、はい、今日は12月24日クリスマスです。クリスマスといえばプレゼントです。プレゼントといえばクラッカーです。いや違うだろ。違う、ちょっと違う。何慌ててんだよ。いや、ケーキってところでしょ。ケーキですね。じゃあケーキ、クリスマスといえばケーキ。ケーキといえばピノポテじゃない。じゃなくてそういうこと言ってんじゃん。ケーキといえば、ケーキといえば、ケーキといえば、美味しいとか、美味しい。予約は3日前じゃ聞かないんだね。なんでリアルなんだ。待って、あーだめ、出てこないよ。どうしたらいいですか。いや、じゃあとりあえず俺に抱きつけ。帰れよお前。だけどこっちだよね。赤ちゃんだけど。じゃあとりあえずケーキといったら、ケーキといったら、ケーキといったら、いちご、いちご、いちごといったら、あ、そう、このまま連想ゲーム始まっちゃうよこれ。それを達成したら怒られちゃいますよ。だからどうしたらいいかな。クリスマスといえばケーキ。あ、クリスマスといえばプレゼント。プレゼントから来て、プレゼントといえば心がこもっていますよねって。心、そうで、あの、私の司会の心を込めて皆さんにプレゼントする気持ちでやりたいと思いますんで。すごいすごい。どうよ、そんな瞬時に出てくるなんてすごいよ。俺すごい。考えつけよ。あ、でも、そんな、あ、じゃあ、まあ、乾杯とか言えよ。乾杯する。それじゃあ、行きましょう。よし。はい、乾杯。メリークリスマス。メリークリスマス。イエーイ。そういえばさ、はい、チャタってさ、ふに、なんか歌歌ってたよね。あ、夏影ですか。なんで夏影の話だよ。いや、夏影の話。夏影の話、うん、夏影ってさ、うん、なんか俺話聞いたんだけど、ショタ影って聞いてるんだけど。あれはいろいろ理由があるんですけど、あのね、最初に依頼が来た時に、その夏影に詩を書いて歌ってって言われて、で、その詩が少年っていうか、一途ピュアっていうか、そういう感じで、あの、みすずちんじゃなくて、いくと14歳とか11歳とか、あんな感じで。いくと、ゆきと、あ、ゆきと、ゆきと、ゆきとです。すいません、そんな感じ。あ、そういう感じで作ったの。あれは、そう、最初からそういう依頼が来たの。あ、そうか、だって曲作ったっていうか、あれ、たくまさんだよね。たくまさんだから。たくまさんじゃ、ショタカゲだだよね、うん、納得するんだ。だってほら、たくまさんじゃん。いや、だってね、たくまさん、あ、これは喋っていいのかな。じゃあ、やばくなったらここに切ってもらうって話で。たくまさんさ、まあ、みんなご存知の通りさ、うん、昨日ね、男の子歩いてたんだよ。かわいいって和んでんだよ。たくまるさんはね、少年をめでるんですよ。めでるね。深い愛で。うん。え、でも。だって、あの、たくまるさん言ってたよ。あの少年の体は、芸術品だって言ってた。芸術。芸術なんだ。芸術らしいよ。あー。でも、少年っていいじゃん。いや、でもまあ、でもさ、少女も変わんなくない？でも形としては。いや、あのね、少女よりも、やっぱ少年なんだよ。あ、そうなんだ。あのね、この
この間ね、電車の中でね、なんか小学生ぐらいの男の子がいてね、お前、たくまさんに、あの小学生の足かわいいよとかね、しかも足。女の子のさ、足をまだいるんじゃけさ、男の子の足なんだ。あ、でもね、男の子の足綺麗だ。まあ、その話はいいんだけどさ、あの、ショトカゲの話だよ。あ、そうだそうだ。戻らないといけないよね。そうそう。なんだっけ、その裏話をね、ちょっと、ああ、そう、私も聞きたい。ヘドロの海、ヘドロの海やっちゃった。どうもヘドロの海って。だから、たくまるさんに詩をそのやり取りしてた時に、そのふわりがいまいちつかめなかった、うんうん、で、あの、緑色した草原が僕に手招きしてるみたいって書いた詩を送るメールに、なんかこの緑色の草原ってなんかヘドロの海って感じですよねって書いたら、本当に何のコメントもなくボツって、ダメだったんですよ。やっぱりその直接連想しちゃうのかなっていうかさ、なんで緑の草原をさヘドロの海って、なんかねこう風にたなびく緑の草原なんだけど、なんかこうお前手招きされたいかそれに。だからその手招きってというか多分ヘドロあ、手招きがヘドロなんだ。でもね、あの指令に風になびく草原とか、うん、そういう風景があるとかいいよねみたいな話があって、うん、もうそこからもう思いっきりそれを持ってきて書いたら、うん、あれみたいな。何と思ってんだよ、うん、なんとなく。あ、ヘドロの、あ、そうなんだ。そうなんですよ。歌ってて どうだった、なんかいろいろ支障とかあった。なんかあのね、最初にいただいた時音の高さがあのやや低かったんで、上げてもらったら結構上になっちゃって、でもなんかあのギターとか生で撮るっていうから、あの決めたら帰れないかと思って頑張ったんですけど、一番苦しいあたりで言いづらい言葉がハマってて、あるあるある、自分で言ってるんだけど、なぜか自分でそのあえて書いてた。自分でやっちゃったの？あの、わざとじゃないんですよ。歌ってたら苦しくなっちゃって、今日はすごい盛り上がってますね。うんうん、なんかすごい。すごいね、暴れてるよ。暴れてんな、おい。で、うん、そんな感じだったの。そうなんですよ。だからね、うん、最初にあそこを歌った時は、うん、首絞められたニワトリみたいに、うーみたいな感じで。なんか、あのスタジオにいる皆さん、本当にごめんなさいみたいな感じで。締められてるチャボだ。キューって感じで。チャボーなんかそれって違う食べるの？いや、うん、まあ締められてるからね。その後はキュッとキュッと。あ、でもね、あるよそういうの。やっぱ歌い手やってるとさ、この高さは何だってあるよね。ああ、うん、なんか、あ、他に収録とか、収録、あ、収録の収録の時いたよね。どの収録だっけ？あ、夏かけだよ。ごめんね。いや、だって収録って結構だから、そう、夏かけでレッカちゃんがね来てくれてね、私すごく嬉しくて、ヘッドホンしてるでしょ、あれつけてるの忘れてビヨーンってやっちゃって ビヨーンって何、あれ飛びついたの？だからガラスがあるでしょ、でレッカちゃんの顔が、私目悪いから見えなくて、あ、レッカちゃんだレッカちゃんだって、これ置けばよかったのに、ついたままでタタタタってから、カウンとかになっちゃって、コードの長さが足りなかったんだ。レッカのところまでコードが足りなくて、ていうか窓まで行けなくて、頭だけここってこうやって、でもね、そんなところの機材、あの、やっちゃったら大変だから、慌てて、わわわ、どうしようとか思って、それぐらい嬉しかったの。あー、犬みたいなやつだな。そんなこと。だって犬繋がれててさ、あ、ご主人様とバイバイバイって書いて、バイーンとかなる。と飛ぶよね、横飛びして、ビョーンって。ビョーンって。で、下半身がこっち来るんだよ。くるんって、首を起点にして。首輪がね。あれ、ほんと、ごめん、犬飼ったことないんだけどさ、すごい、アニメチックなんだね。だって、ほんと、チャタローアニメチックじゃん。そうそうね、え、なんでそうなるの？いや、何侵害って顔してんだよ。侵害。嘘つけ。本当に侵害ですよ。だってさ、で、あとさ、あれあったでしょ。あの、この前の打ち上げの時さ、夏影歌ってたよね。記憶が飛んでるんですよ。飛んでんの？飛んでんの。あれいっぱいいっぱいだったよな。あれね、何しましたっけ？歌を歌って、レッカちゃんと抱き合ったの覚えてる。あ、お前なんでそんなことしか覚えてない。いや、あの、あそこはね、もうほら、歌い終わったよ、やったやったって感じで、ね、でも愛を確かめたんだよね。愛を確かめたんだよね。ちゃんとね、あの拍手とかもらってな、びっくりですよね。
いやでも良かった。ありがとうございます。そうすごい生。ありがとう。あれ生って初めてだったんだよね。もう初めて。うまかったよね。隣で聞いててやっべハモれハモれねとか思ってそんな。でもいきなりハモれたら難しいもんだ。いきなりハモるのって才能だよね。うん、才能だ。なんかねレッカちゃんね実はねショタカゲ収録の時もね、うん、ハモってたみたい。あちょうどねそれハモリ収録してて、うん、勝手にハモリを聞きながら覚えて私は言うないした。私のハモリってなんかねにょわーみたいな感じですごい。でもね下手でハモれるだけいいよ。俺ねハモリド下手だからハモれない。そうなの、うん、あ、うん、アドリブをガシガシ聞かせるからまずそうなハモりづらい。うんそうそうそう。本当、ね、ごめんね。いや謝られても何ハモる予定あり。いやうん。は？いやこれからね。そうえ何なん何それ。初耳だ。まあまあ、そのうちそのうち明かされる真実。される真実。じゃじゃーん。効果音効果音だよ。しかもなんか口で言ってる効果音。うるさいな。かっこ悪い。いや。シキポンかっこ悪い。ポン。ポン。うるせえね。ポンポン言うな。ちゃんと星は入ってる。いや、俺の話はいいんだよ。なんか変身。チャタロの話だ。また戻ってメインに戻さない。いや戻す、ね。あんたがメイン。そうだったね。そう。うん、ね。なんかね、うん、ライブの時とかね、うん、覚えているのはね、うん、なんかね、人の顔がいっぱいあったの、うんうん、いやすげえそのさ、階段みたいでやだなバーン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 顔がいっぱいってじゃあ、人がいっぱいいや、まあその通りだ、うん、でもさ、あの目がさ、一番気になったの目、うん、いや、ちょっと目が案外悪いから、うん、あれぐらい離れると、うん、個人個人の顔が識別できなくてあ、なんだかわかんないんだ。メガネかけてるんだけどダメ で、なんか人がいっぱいでどうしようとか思う。ああでも そうするとさ、視線が気にならないからさ。なんかそうだよね、うん、私普通に 1.0 だからさ、みんな見てるのが分かって恥ずかしい。視線気になるとすごいよね、やっぱな、うん、視線感じた瞬間に音が、うん、とりあえず半音上がるみたいな。チャタロニュータイプだよ。視線が気にならない見えないんだ。気にならないわけじゃないんですよ、もう、うん、気にする余裕もあのね、私、うん、ほら、レッカちゃんとハルルンが歌っちゃったでしょ、もう先にポポンと、うん、私いつ来るんだろう、私いつ来るんだろう、なんか生殺しみたいな感じで、うん、実は息が止まりそうだったの、本当に。あ、何、過呼吸みたいな感じ。あ、それもあるし、心臓があんまり早くてビール飲んでたから、うん、ビール一杯だけだったんだけど、うん、ドドドドドって感じで、あ、もう死ぬかもしれない。いやいやなんかいきなり明日の状態だ。燃え尽きちゃいたね。まだ燃え尽きちゃいないよ。歌ってもいねえのによ。そう、なんかね、もうみんなでみんな先に歌っちゃうんだろうとか思いながらで、あとだといつ来るかわからないから、うん、順番教えてもらってなかったから。あ、順番あれなかったんだ。あ、その時適当に。あ、そうだ。そうだ。適当に。あ、そう。流れ。最初に歌った時と全然順番が違ってさ。だってあれ、うん、ベルさんとかその辺が次これやろうこれやろうだったんでしょ。あ、そうなの。うん、そうそうそう。今までノリのまま。だってあげくの果てには俺司会なんてやるなんて話なかったんでしょ。え、なんかいきなりね。うん。MC。だってお前らいっぱいいっぱいでさ。ダメだよ。で演奏する側演奏する側でみんな楽器いじってんじゃん。うん。いや俺だけ暇なんだよ。ていうか、あなたそういうの好きそうだもんね。好きそう。で、顔からしてる。いや、なんで顔は関係ないだろう。いや、お前も笑うね、チャタロは。そのさ、口を押さえながら、うんうん言うなよ。なんで口を押さえないとプハだよ、プハ。プハ口を押さえないとプハだ。そう、はい。はい、じゃねえよ。面白かったよね。だって後ろ見たらチャタロウとかさ、うん、特にチャタロウだよな。なんかすごいさ練習しててさ顔がさすっごいさなんかなんていうのこれから死にますみたいな顔してあ青ざめてなかった、うん、青ざめてたでしょ、うん、いやだってほらすごい、ね、初めてだしさ ねライブなんてねあの時私にあの脈拍測るやつがあったらパコーンパコーンとすごい山にしちゃうよみたいな俺何指揮者みたいに振ってんだこんな振りすぎだブーンとか言って俺はそれで嫌やなもうねだからねなんか平然としてレッカちゃんが歌ってたでしょ結構割と、うん、あね平然としてなかった全然平然しないよ、ね、そう、うん、しないよ私 もう自分に気取られててなんかね、うん、もうこっち歌いきちゃってねそうそうやっぱね自分のことで手に取りだよねどうしよう状態でああそうかでも
でも、初高げちゃんと歌えてたもんね。そうそうそう。あ、ほんと？歌えてた、歌えてた。なんか、うん、あの後、ね、歌詞間違ってなかったかなとか。いや、歌詞間違えるのはね、愛嬌。あ、そうなんだ。わ、忘れてもいいの？いいの？忘れたら、うん、忘れたーって歌えばいい。あ、それね、やろうと思ったの。なんだっけ、虹を見た子道でさ、うん、やっぱ歌詞忘れちゃった、次出てこねえとかって思って、歌おうと思ったら、その部分が流れなくて、うん、あれそれはそれなんか悲しいぞみたいな、せっかく歌詞合わせ頭の中でやってたのにとかって思って、うん、そうなんだ、うん、だから俺なんかさ歌詞忘れるの、あパリンパリンって、うん、そう忘れる上に忘れたから、うん、いや2コラス目持ってきちゃえって1コラスに入れちゃったりとか2には何がもう一回2もう一回その時でももし出てこなかったら、うん、オリジナル、そうなの、その場で即興で出るのってすごい、うん、作る作る、やるやる、あでも面白いよね、うん、リハーサルの時に2人が、うん、ほらすごいジャズチックなセッションの時に即興でうーんなってたあれがねもうすごい、うん、なんでこうすぐにできるんだろうとか思って、うん、いやあれはね慣れ、あチャタロもねできるよ、うんベイベーとか言っちゃうと最高うんベイベーそれ勘弁してくださいよ、かわいいビビッ文系、あなんかね、チャタロファンできるのも分かるね、うん、なんでですか、あ俺もファンだから、うん、私もファンだもん、なんでですか、私応援団長だから、あ団長団長、じゃあ俺会長、会長却下いやいいじゃん、名誉会長、名誉会長にゃ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 きしょー、女同士だからそういうことも許されるんだよな、そうだよね、そういうことってどういうことだか分かります皆さん、おっしゃったよ、ですかね、どうですかね、俺も仲間に入れろよ、うにゃにゃん帰れよ冷たいな冷たいなちょっと言われそうだいいんだよこういうキャラで、なんかね氷の剣でシュパシュパーンみたい な,、うん、なお前帰れよみたいな私が言うと全然帰れって感じがしない、なんか宝塚っぽいな、いやだなそれいいよ、あったかいの担当ちゃったり身振り手振りお前身振り手振りじゃ声で発さないと、じゃあその身振り手振りを声で表すとどんな感じ、はいキュー、バー嘘だよ嘘だよ、何バーン何か出たよ今、エクトプラズムがこうシュ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 って魂がね逃げてっちゃった今ね飲み込むとこなの、はいごっくん、はい戻ってきましたよ、はい、あんたのエクトプラズムは何だこのペットボトルに入ってるのか、ミュウに詰まってたまに、うん、たまにたまにたまになんだ、何なの、迷い込むだけ、ちょっと何を吸ってんの何吸ってんの、あんた深海に心があるだろあのね、うん、そんな感じで、あ、でもね、あんたペリカンウナギと一緒だよ、あ、それは見たことない、深海ウナギ、あのペリカンウナギっていうね、ウナギなんだけど顔がペリカンみたいなやつ、わけわかんねえよ、うん、あ、赤いウツボっぽい、ウツボっぽいかもしれない、あのね、ミュウ今ね、うん、あのフィギュアがついてる、あ、そう、あ、それにいるいる、うん、あれがね、ペリカンウナギ、あれね、うん、当たらないの、あげるあげる、持ってるから、持ってんの、あ、見たい、うん、やった全部ある、揃えたの、いや揃えたんじゃないの、あ一本一本普通に買ってたら一個一個いいな、うちなんか重なってんの4つぐらいあるんだよ、いや、いらねえちひどい、あの今いらないのペプシマンだからおーってね、そういらないんだ集めてたの、いや違う、あの買ってたら勝手についてきちゃってて、で今さ机の上に置いてあるんだ、うん、マウスとか動かすとバリバリバリって落としてる違うとこに置けよじゃあペプシマンでも CM が最高ね、チャタロさ、うん、そのオフの時あの休日ね、あ何やってんの、あそんな恥ずかしくて言えませんよ、なんだ恥ずかしいこと、ね、恥ずかしいことなんだよ、なんだよお前、なんだよ、居眠り冗談だけど、うん、お休みっていつもお休みみたいだから、うん、あ何あ、ね、毎日が日曜日なの、バイトがね、うん、あんまりなくてね、うん、お仕事ないのだからねいつも、うん、そうだな、あの朝はね、うんうん、まあ、ひどい時は11時ぐらいに起きてきて、うん、で、あのなんか歌わなくちゃいけない時はもうお茶とかお湯とか飲んで、うん、でお昼になるとお父さんとお母さんが帰ってくるから、またお仕事行くまで待って、うん、待ってから何かやる、ああ
なんかこそこそ隠れた生活だな。え、だって自宅収録の時やっぱそうなっちゃう。お父さんお母さんいたらうるさいし言えない。だから、うん、何か撮る時は人がいない時。そうなの。人がいる時はネズミをめでる。ネズミ、あ、ハムスターね、かくない。ハムスターね、ハムスターすごい広べったくなるよなあいつな。なんでこうやるとさ、あのね、平べったいっていうか、夏溶けてるんですよ、ジャンガリアンハムスター。ジャンガリアン暑いと、うん、あのね、こう下の素材の下に潜って、あ、伸びてる。あ、見てるのかな。あれね、あれ体冷やしてるのかな。一応冷やしてるんだと思う。あの平べったさすごいよな。内臓どこ行っちゃうのかな。そう、いや全部広がってんちゃうこれ。横に横にワイドに。怖ワイドワイド、うん、今テレビもワイドだからね。あ、だからハムさんもワイドに行かないと。ワイドなテレビで映ると顔が横に広がるって本当ですか。あ、うん、あ、うん、なるそうなんだ。あ、今度やってやるよ。やだよ。これ以上やだよ。ね、でさ、はい、じゃあ何ショタカゲの方に話を移らしてさ、戻して、はい、でさ、たくまるさんとかと一緒にやってたんだよね、収録は。そうなんですよ、うん、いや、たくまるさん、じゃあたくまるさんどうよ、呼ぶの今。いや、違うよ。あ、違う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 。いや、そう、その、たくまるさんと一緒にやってて、なんか、たくまるさんの秘話とか。たくまるさんの秘話。え、これ言うとね、怒られるから言えないことがある。あ、怒られることがある。ちょっといじめられるっていうか。いじめられるんだ。あ、それはやめた方がいい。うん、うん、ポロッと言うとね。ポロッと言うと、じゃあポロッと言わないとこ、言ってもいいようなところだ。言ってもいいようなところ。うん、なんかあったかな。これでなかったらさ、そういうものしかないのかって思われちゃうからなんか。いや、でっち上げとけ。でっち上げ。でっち上げ。あのね、指導がうまいですよ。っていうのはダメ。あ、指導がうまい。あ、指導が、うん、歌うときにね、うん、すごいいつも。なんかね、なんていうの、あの、分かりやすいよね。伝わりにくいところとかすごい分かりやすく言ってくれる。ああ、そうなの、いいね。たくまる語、語、語、たくまる言葉で教えてくれる。あ、そうなの。うん、なんかね、ニュアンスとかをね教えてくれて、で、うん、自分でねちゃんとできてるか分からないんだけど、とりあえず OK が出るとできてたのかなみたいな。あ、マジック。あ、そういうのあるね、たくまるマジック。これだ、これだ。何ですかこれは。いや、たくまるマジック。たくまるマジック。じゃあ、こうなるの。こうじゃん。あ、こう。あ、T の形になった。トーマスじゃねえか。トーマスね。ちゃ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 って思ってくる。いや、トーマス。モテモテ王国って知ってる。うん。いや、知らなくていいやつ。あ、漫画だよね。漫画なんだ。で、偽善者トーマスっているんだよ。なんか偽善を行うと必ずどっかの駒に T っていう文字が出てくる。あ、こいつ今偽善を行ってるんだって分かる。そうなんだ。そう、だからなんか俺、私は動物と地球を愛する男さとかなんか片腕上げてさ、にこやかにしてると駒のどっかに T。 T じゃん。嘘なんだ。嘘なんだ。偽善なの。バレバレなんだ。嘘。変なのよく見つけるんだ。うるさいな。チャタロー今度さ、なんか最初の文字って何だっけ。 C。 C、 じゃあ C、 じゃあなんかかましたら C で出そうか。そんなの嫌だわ。脇にこう C のあのなんかついた棒があってシチャッ。そう。あ、じゃあ今度いつもみんなこのみんながこう C 看板みたいな、 C 看板持ってて、なんかやったらよし。え、じゃあそしたらレッカちゃんはある。ある。私はほら、何もやらないから。黙るなよ、お前ら。ふにゅー。だって、うさんくせんだもん。あ、今こそ R だ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ていうかさ、うさんくさいってさ、おめえにうさんくさい言われたくないよ。おめえ一番うさんくせえよ。どこが全体。どっか全体のフォルムがフォルムフォルムって。フォルムって。ちょっと、じゃあ、俺のこれからの抱負聞いてよ。抱負、何？抱負何って聞いて。何教えて。何？いろんな意味で制服。その制服っていうのは漢字にすると世界制服の制服なのか、それとも学校の制服なのか。いや、いろんな意味なんじゃないの。あ、そういういろんな意味。あ、やっぱ、セラク派、ブレザー派。セラク。いやー、うるさい。はい、じゃあ、茶太郎のこれからの抱負は。抱負
せっかく12月24日、さじゃあサンタさんにお願いしてみろ、何か。あ、お願い、うん、明日プレゼントもらえるように。ネズミのエサが欲しい。違うんですよ、買いに行くの出てくるとき忘れちゃって、もしかしたら今ひもじいよ。ネズミの餌ちょっとピンチかな。あ、それって何、ネズミの餌あげてってこと、うん、欲しいんじゃなくてあげてなの。欲しいかな。あ、私が食べるんじゃないですよ。いや、それいや、誰もそんなこと言ってねえよ。本当に心の奥底で思ってたりしてない。でもなんか食べそうだよ、ポリポリ。あ、美味しくないって話ですよ。本当に私は食べてる。うん、食べてる。だから、豊富ね、豊富。レカちゃんから豊富。いつかアルバム出したいな。ね、買うのに。じゃあ、チョタルモが取る。豊富、豊富っていうのは、うん、この先もやっぱり平和に過ごせますようにっていう感じですね。いろんな意味で平和に、平和に。今日はチャタリのピュアな面をお伝えしたということで、はい、すいません、すいません。なんかうちだってさ、汚れてるよね。なんかくだらないことをダラダラと喋っちゃったな。すごかったね、今日ね。じゃあこの調子でまた盛り上がまだまだこれから盛り上がるとこだから、盛り上がっていこうか、ね、じゃあ私は違う席で飲んできます。はい、行ってらっしゃい、はい、俺チャタロと仲良くしてるから。チャタロに言うのは私のだからね。つばつけてるもんね。赤い締め縄です。いい意味で 50g で。微妙に締め縄って言ったとこ突っ込め。だって私も締め縄って言ったの。締め縄言ったライブでも締め縄って言ったはずだ。うん、締め縄、締め
色。